どうもお疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あの今日ちょっとですね、はい、一つちょっとお願いがあって、はいはい、ちょっと来たんですけど、はい、僕ですね、ちょっとあのサーフィンちょっとかじってて、はい、軽くなんですけど本当、はい、でちょっと僕が持ってるボードですね、サーフィンボード、はいはい、ちょっと個人的にすごいダサい感じなんですよ、はい、でちょっと海に持ってくるのに恥ずかしいなっていうのがちょっと若干あって、はいはいはい、これを山系さんの絵の力で、はい、あのかっこよくならないかなというご相談なんですけど、ちょっと一回見せてもらっていいですかね。あ、了解です。実はですね、これなんですけど、あ、すいません、ちょっともうボロボロなんですけどね。はいはい、なるほどっすね。で、裏がこんな感じで、そしたらこれをにデザインを入れてハワイチックな感じにしてもらえると、はいはいはい、あ、了解です、了解です。なんか嬉しいなと。たらハイビスカスとかそういう感じですか。あ、いいですね、いいですね、はい。でここら辺にこうハイビスカスと、まあ、ちょっと模様が入ったような感じのデザインを入れて、そうですね、はいはい、でこの表の部分はどうしましょうかね。表の部分、あ、表の部分ですね、そのマークのところじゃないですか。あ、これですね。これあの一応その乗るときに自分の板の中心の、まあ、目安のとこなんで、はいはいはい、消したくはないんですよ。あ、でちょっとマークがちょっとなんか若干ちょっとなんかダサいなっていうのが個人的になって、はいはいはい、したカスタムみたいな感じで、そうですね、なんかしてもらえると嬉しいなと。あ、 OK です、 OK です、了解しました。いけそうですか。はい、大丈夫です。じゃあちょっと早速やってみますね。いいですか、ありがとうございます、はい、お願いします。お願いします。よっしゃ。あの今山系さんが、はいはい、なんですか、あのちょっといろいろ聞きたいこといっぱい山ほどあるんですけど。あ、どうぞどうぞ。今首にかけてるの何ですかそれ。これはですね、あの今回エアブラシを使うんで、はいはい、霧吹いた粒子っていうんですかね、細かい霧状の絵の具が気管とかに溜まっていかないように防御するためにこういうマスクをつけるんですよね。ああ、なるほどですね、うん、ははははは、マスクなんですね。はい、でこちら、まあ、コンプレッサーになってて、はははで ここのホース伝ってエアーが出て、で塗料が噴射されるっていう感じで。ああ、なるほどなるほど。ですけど、あ、まあ、そういうツールのことをエアブラシって言います。あ、なるほどですね、はい、ははははでこちらが、まあ、あのはみ出さないように養生をするための養生シートですね。ほう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 、こうやって貼って、あ、養生シート、うん、はいはいはい、でこっちがテープで、テープで、でこれがあの今回の、まあ、重要な要になるんですけど、はいはい、カッティングシートってやつで。あ、カッティングシート、うん、はい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 、これをまあこういうデザインカッターでこう切って、はい、でこちらに貼り付けて、でスプレーを拭いて剥がして模様をつけるっていうやり方で今回描いていこうと思います。あ、なるほど。ちなみに、はいはい、それ描く、まあ、完成するじゃないですか、はいはい、海に入るじゃないですか、はい、水じゃないですか、うん、剥がれないですか。あ、ちゃんとコーティングもするんで。あ、コーティング作業があるんですね、はい、あ、なるほどですね。あ、わかりました、はい、じゃあその作業をちょっと、はい、お願いしますか、はい、はい、頑張ってかっこいいやつ作っています。お願いします。お願いします。よし、じゃあ切っていきます。カッティングするってのは、はいはい、なんかコツがあるんですか。まあ、切り絵みたいな感じですよね。なるほどですね。書店とか行くと切り絵のもうなんかパターン化されたやつが売ってたりするじゃないですか、はいはい、ありますね。大人の切り絵入門的な、はいはいはい、ああいうやつでトレーニングしてやったりするとうまくなるんですか。うまくなると思います。結構こういう手法ってのは結構ポピュラーな感じなんですか。いや、結構少ないと思いますね。ああ、そうなんですね。うん、これは何ですか、独学で。なんかなんかやっぱこういうご依頼があった時に、はいはい、
練習していって形にしていったって感じですかね。なるほどですね。バイクとか、ああバイクそういうような、この間言ってましたね。うん、でももうカッティングシート貼るだけですかね。そういう時はエアブラシを使わずにこのカッティングシートだけ切って貼るっていうところまで、うんうんうん、この色がどうしても近いんで見にくいっていうんですかね。この角度をつけて見ないとこの跡が見えないんでそこを注意しないと。なるほど。これちなみに赤ですけど、はい、これは赤色を取ってるってことですよね。そうですね、まあ、目立つんでで今回このボードが青だったんで、はいはいはい、補色で真逆の色っていう感じで見やすいなと。あ、なるほどですね、さすがです。今このハイビスがそう書いてるんですけど、はいはいはい、ただあの影をつけていくんじゃなくて模様をつけながら影にしていったような、トライバルっていう模様があるんですけど、はいはい、よくタトゥーとかそういうようなので使われている、まあ、民族模様みたいなそういう柄でちょっとこのハイビスカスを表現してみようかなと思って。あ、なるほど。このままじゃなくてってことですね。そうですね、せっかくなんでオリジナリティを入れた感じに。これなんですか、あのちなみに下書きとか何もなしでも全然大丈夫なものなんですか。そうっすね、まあ練習ですね、そこら辺は訓練で。はあ、さすがです。それを貼るんですね。あ、一気に貼るんじゃなくて、そうですね、少しずつ少しずつ、うん、なんかかっこよくなってきた。まだまだ。まだですか。うん、あの基本的にボードが青じゃないですか。はいはい。このボードの青を生かしつつみたいな感じなんですよね。そうですね。なるほどですね。ハワイっぽい感じって青と白って感じですわ。あ、白にするんですか。うん。あ、こっから白、お、ちょっとイメージがつかないですけど。白を入れて、はいはい、青を引き立てるっていう感じで、あ、その青の柄でいくって感じですね。周りに白、まあ、一番大事なのはやっぱバランスなんで、おこういうデザイン系のやつは。あ、それは何なんですか。これはさっきと逆パターンで、はいはい、あらかじめもうこれこういう風に切って、はいはいはい、貼り付けた感じなんですけど、もうさっきとこの逆なんでこう塗った時に中が濡れるっていう感じなんですよね。はいはい、あ、なるほどですね、はい。さっきのやつはスプレーした後に周りに色がつくんですけど、はいはいはい、こっちの場合は中の方に色がつくんで、だからポイントとかにデザインするときはこっちのやり方の方が、なるほど、はい、はは、攻めやすいんです。いや、なんかすげえイメージが湧きますね。わかりやすいです。わかりやすいです。で、今からこちらの方で養生をしていきます。はいはいはい。この飛び散らないように、はみ出さないように。おお。あ、なるほど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 。塗装屋さんですね。そうですね。もうめちゃめちゃなんかもう生まれ変わりますね。今なんですかね、これニューボードかなんかになるんじゃないですか。うん、
まあ全然違う感じにはなりますよね。なるかな、なるといいんですけど。いいなあ。まあ今回はエアブラシなんで、はいはいはい、そんなに広くこんな養生しなくていいんですけど、まあ、缶スプレーとか広くいっちゃうんで。ああ、なるほどですね。そういう時はもうきっちりやった方がいいんですけど、もう狙うのはこの面積なんで、そこだけってことですね。まあ、こんな感じで養生していきます。あ、それがエアスプレーなんですね。そうですね。まあこっちからエアーが来て、はいはいはい、でここに塗料を入れて押すことによって塗料が噴射される。あ、なるほどなるほど。仕掛けになった。その塗料ってのは何なんですか、原料的には。は、まあ、ペンキを使ったり、まあ、アクリル絵の具とかそういう系の。あ、なるほどなるほど。塗料でもいくことか、まあ、何でも対応ができると。そうですね、まあ、シンナーで薄めることもできるし、水で薄めることもできる。なるほどですね。用途に合わせて使えていくって感じですね。すごいですね。ちょっとじゃあ塗っていきますね。はい、お願いします。あー、なんかちょっとずつ、なんか、あー、なんかブラがかかったような感じですね。そうですね。で、このカッティングシートを外したらエッジがパリッと出て綺麗に抜けるんですけど。なるほど、そういうことですね。うん、このエアブラシはいろんなタイプがあるってことですよね。そうですね。アネスト岩田っていうブランドのやつが結構いいですね。あ、これは違うっすか。これは違うんですけど、うん、まあ、私も使ってるんですけど、あと塗料が濃すぎたりすると、はいはい、あの、ダマになったりするんで。あ、なるほどなるほど。コツみたいなのあるんですか、なんか。うん、優しくするって感じですかね。ギュッと押さずに。あ、ギュッと押さず軽く押すみたいな。軽く押すとこから強くていくっていう感覚を、まあ、練習してつかんで。よし、 OK。 OK ですか。 OK、 これでちょっと乾かしてみます。ほう、あ、次は表なんですね。そうですね。で、表面はちょっとグラデーションをかけて、せっかくなんで。あ、なるほどなるほど。これドラゴンなんですけど、こういうふうに回って、ここに顔があって、で、爪が4本、4つあって、手が、はいはいはい。で、これをなんかグラデーションつけて描いてみようかなと。おー、なるほどなるほど。まあ、表が白ですもんね。そうですね、このもう噴射の強弱だけでグラデーションをつけていくと。おお、ついてるついてる。すごい。これちなみに乾くのはすぐ乾くんですか。まあ、これコーティングされてるんでちょっとかかるですかね。あ、ボードの素材がですね。うん、これは木とかやったらもうすぐ。あ、なるほどなるほど。あ、次は赤を入れるんですか。うん、ちょっと黒一色でいく予定だったんですけど、はいはいはい、せっかくなんでちょっとカラーを。お、ありがとうございます。
そうそうそう、入ってますね。最初黒で描いてた部分がやっぱ、はいはい、グラデーションになって暗いとこから明るくこう広がっていくって感じ。おお、なるほどですね。OK です。 OK ですか。これちょっと時間置いてみましょう。わあ、どうなってんすかね。すごい楽しみっすわ。いや、楽しみっすよね。やっぱこれは一発勝負的なところがありますよね。そうっすね。養生してたおかげで他のとこに飛び散るのを。ああ、そうですね。僕の汚いボードが。ああ、来た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 。おお。おお、ほい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 。いい色じゃないですか。おお、ほい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 。あ、はい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 、あ、いいじゃないですか。あ、めちゃめちゃいいじゃないですか。いいっすよね。おー、このダークな赤がな感じですね。おー、あ、めちゃめちゃいいじゃないですか。あ、変わった変わった。いいですよね。いいですね。こういう炎のドラゴンみたいな感じの。いいですね。わーってきて、なんか燃えよドラゴン的な。古いですね。そうですね。こんな感じで、まあ、じゃあ逆側も剥がしていきましょうか。はい、了解です。やっぱりここは山形さんも一番楽しみなポイントなんじゃないですか。そうですね、ここが一番楽しみかもしれないですね。やっぱこういう似たようなを依頼される方っていらっしゃるんですよね。うん、まあ窓ガラスとかそういう感じですかね。ああ、なるほどですね。こういうこの技法を使うときは、はい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 、筆で乗りにくい場所。あ、ハイビスカスが出てきましたね。出てきましたよね。出てきました、出てきました。やっぱはっきりしますかね。そうですね。もうこの切れ端を黒の服につけるだけでデザインチックじゃないですか。おしゃれでしょ。おしゃれですね。いや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 、すごい。でもほんとすごい。できました。できました。完成ですかね。完成です。こんな感じですね。まあ、今からちょっとコーティングして。いいですね。いいっすよね。いや、なんかこう、なんかこう他の色を入れるとすごいなんか変に目立つけど、うん、なんか自然な感じになりましたね。さりげない感じで、なんかもともとこういうボードだったっていうような感じですよね。うん、でちょっと エンブレムっぽいようなハイビスカスの。ああ、いいですね。最高です。で光らしてみました。でこっからあれですよね、あのコーティングするんですよね。そうですね。今からちょっとコーティングしていきます。そのコーティングはどうやってやるんですか。ちなみにちょっとそこは企業秘密なんですよね。え、ダメなんですか。はい、すいません。ダメなんですか。すいません、ちょっと秘密なんで。ああ、そうなんですね。はい、
ちょっとじゃあどこピカピカにしていきます。どこ行くんですか。外の方まで行って。あ、外出られるんですね。はい、ああ、なるほど。拭いてきます。あ、了解です。それではまた後ほど。どれぐらいかかります？そうっすね、まあ2時間ぐらい。2時間ぐらい。あ、わかりました。はい。はい、すいません。はい、ありがとうございます。お願いします。ダメなんですか、ちなみに。そうっすね。あ、わかりました。ちょっと。はい。こんな感じで完成しました。どうでしょうか。おお、めちゃめちゃいいじゃないですか。いいっすよね。いいっすね。もう生まれ変わりましたね。一応ハイビスカスの、はいはい、トライバルって感じで。おお、まあ。トライバルっていうのはこういう、ここにある裏にあるこういう模様のことを言うんですけど。ああ、なるほどですね。これちなみに、はい、コーティングしたじゃないですか、はいはい、コーティングとかしてなんかこう段差的なってなんかあるんですか。あ、いや全然もう、もう一体化してるような感じですか。一体化してる感じですね。ちょっと触っていいですか。あ、どうぞどうぞ。おお、すごいっすね。いいっしょ。いいですね。いや、なんかこうコーティングするって聞いてたからちょっと段差みたいなのがあるかなと思ったんですけど。いや、ないですよ。さすがです。ま、裏もこんな感じで。おー、いいっすね。いいっすよね。でも表もこんな感じです。あの、さっきと一緒に。そうですね、まあ、この段差がない感じで。あ、じゃあそこにもワックス塗っても全然問題ない感じですかね。大丈夫やと思います。問題ないですね。さすがです、うん。ありがとうございます。これじゃあもうあれですね、もう明日からでももう行っちゃって大丈夫ですよね、この板で。そうですね。もう早速行って頑張ってください。あ、ありがとうございます。じゃあサーフィンしながら山系だと宣伝しておきます。よろしくお願いします。いや、今回も長い時間でしたが、ご視聴ありがとうございました。次回も山系アートお楽しみに。